はい。おお、何これ。超えます今日。未確認生命体みたいな。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがゴンタフリークスくんです。イズイですよ。イズイか。そもそもが。あれイズイなのか。フルネーム違う？フルネームはイズイゴンタ。お前ゴンタって言うの？いやゴンタフリークスじゃないの？違うんだ。そうか、下の名前がゴンタで、はい、だからゴンタって呼んでいくわって言ってたもんね俺。ああ、そう。それで多分間違えちゃったんだけど。ああ、うん、頑張ってゴンタで覚えるわ。うん、イズイゴンタ。それで行くよ。はい。嬉しい、楽しい作業です。なんだなんだと思う。やっぱ、うか掘り出しか、おうパンツ丸出しか。なんでだよ、最後な、パンツ丸出し。どっちかだとは思う。昭和すぎるって、昭和のアニメすぎるわ。楽しそうじゃないですか。パンツ丸出しって、いずい眠くなったらパンツ丸出しとか言い出すんだ。バカバカしいけど、パンツ丸出し、うん、YouTube でできるわけないから。あ、ダメか。それを唯一叶えたのが、うん、三森の覗き穴の平岡さんと橋原さんのパンツの脱がし合いで。いやいや、あれ パンツ丸出しっていうかもう、そう、全部丸出しじゃん。最悪の覗き穴史上初のモザイク加工がかかった動画。あー、な、懐かしいな、思い出した。夜中見たらバカバカしくて笑っちゃうかもな。はい、さすがにやりません。1個目のウカ掘り出しです。おお、はい、まあ掘り出しとは言っても、はい、今回は人工様子でウカしてきた子を確認するっていう感じですね。はい、はい、なんで大型系のここはブリードルームって感じになるんで、はい、ヘラクレスとかコーカサスあたりが浮かしてるかなと思うんで、うん、とりあえず出しましょう。はい、はい、今回浮かしてきた子こちらです。はい、こちらです。うわーす、あーこういう気持ちなんだ、カメハメハ食らったら。いや、そうじゃないよ絶対。豊かすぎるって想像が。セルってこうだったんだ。これ合計3段、はい、で数で言うと7匹って感じかな。7匹、うん、7匹浮かしてきてて、種類はね多分ね基本ヘラクレス。ヘラクレス、その中でもヘラクレスですね。おお、うん、まあ一番大きくなると言われてる。うん、とあ1匹だけコーカサスがいる。おお、っていう状態になるんで、おちょっとじゃあ出していきましょうか。はい、はい、の前に必要なものを出します。おこちらです。はいはい、こちらです。逆やればできんじゃん。おお、まあね。ごめん、逆でした。はいはい、こちらです。5万円ずつです僕。うん、はい、これ測り用のギスですね。のギス、はい、これでまあ測っていくっていう感じになるんで、はい、まずジャワコーカサスからいこうかな。はい、とりあえずで、ジャワコーカサスに関しては最大112ミリ、僕ん家で、うん、一番大きい子が、まあ、そこを超えてくるかどうかっていうところだけど、はい、うん、今年はそんな大きい感じはないかな。はい、だからまあ100超えてくれたら嬉しいっていう感覚かな。はい、いわゆるロングホーンみたいな、うん、結構コーカサスって短い角の子とかも出てきたりするんだけど、はいはい、角が3本あるけどこういうね図鑑とかやっぱこういうイメージの角、闘、うん、牛みたいな、うん、どのイメージだけど、ちっちゃい子は結構本当前習いしてるみたいな可愛らしい子もいたりするから、そこで言うとこういう闘牛みたいな子だったらもうとりあえず万々歳っていうところになるんですが、はい、早速参りましょう。はい、まず1匹目、ちょっと一回順番変えよう。これで、はい、こちらここにいます。はい、こいつが一応ね、2021年の6月頃孵化、はい、だから1年半ぐらいかな、1年半以上って感じか、うん、になります。最終体重が 73g、 なんか結構小ぶりだね。はい、73だとそのいわゆる闘牛みたいな角にならない可能性もある状態だけど、それがどうなってきてるか、はい、さあ行きましょう。じゃあ効果さすこちらです。はい、お、でもお意外と、うん、ちょっと出します。おお、よかった、無事です。ちょっと小ぶりだけど、お前習いぐらい短い角ではなかったね。うん、うん、だからジャワ効果さすはやっぱ伸びてくれるね。おお、その産地、いろんな場所にいるんだけど、スマトラコーカサスとか、うん、大陸コーカサスとか、マレーコーカサスとか、はい、いろいろいるんですけど、ジャワコーカサスが一番伸びやすいかも、角は。このたくましい、全体がこう金属で覆われたような、うん、かっこいいカブトムシ。そうっすね、うん、ほんと光沢って感じが。
小さい頃の憧れだったね、はい、うん、俺が初めて見て衝撃を受けた海外のカブトムシでもあるから、うーん、このコーカサスアトラスっていうのは、はい、さあサイズはどうでしょうか。はい、ちょっと、うん、なんか下一旦もめいるじゃないですか。おー怖っちょ、怖かったわ普通に。一旦もめじゃないよこれ見やすいように画用紙敷いてるだけだから。いつの間にこんな通りで見やすいと思ったんですよ。いやあ、よかった、見やすいな。いや、普通に怖かったわ俺一瞬ちょっと見えるかと思っちゃった。いるわけないでしょもっと、もっと慌てふためいていい。一旦もめだと思ったらあ、もっとじゃ あ本当に出たら慌てふためきます。ちょっとこっちで精一杯でこいつの紹介してなかったね、うん、ちょっと見やすいように白いバッグにして見てる。絵は描かないですか。絵は描かないよ俺が。描くわけないだろ俺が絵はクワガタの絵以外描かないから俺。ああ、はい、で八丸さんしました。いや八丸さんじゃないです見やすいですね。いや見やすいね八丸さんが、はい、買いやすいやっぱ白はさあちょっとサイズも測ります。はい、どうだろう。コーカサスでかいのはいつに見たことある。あ、まあ、ランバージャックとかに見たことあるか。昆虫ショップです。うん、あるかもしれないです、うん、そう、やっぱ迫力ね、うか、でもショップで見るのとまた違う迫力がある。はいはい、はい、やっぱ浮かしてきた子ってなるんで。こいつは多分95ぐらいじゃない、意外と99ぐらいあるのかな、うん、さあ、サイズどうでしょうか。はい、角先から羽先で、うん、こっちの方が短いのか、ちょっと短い方で測ります。はいはい、来ました。うん、結果 93.5。 はい、うん、おー、で、ちょっと角が長い、右で測ったら96って感じ。うん、だからまあ95前後って感じだったね、結果的には。短い方でカウントするなら93ミリでした、うん、で若干、まあ小ぶりではあるかな、はい、うん、とはいえ、まあ90っていうのはこんだけ角長かったら立派だね。そうですね、かっこいいわ、うん、いや93.5、お見事。はい、もう3、もう2023年か。そうですね、早いな。早い、うん、どうも。だからこの家の新年一発目の羽化掘り出しはこの子になりました、ね、おお、はい、よかった、無事で何よりです。ましたね。で、アトラスとコーカサスって結構見た目似てるけど、はい、一番分かりやすい違いはここ、うん、アトラスはここの突起がない、うん、で、コーカサスはある。コーカサスちっちゃいと、ちっちゃいと分かりづらい子もいるけど、ここあるないが一番分かりやすいかな。おお、そう。だからまあそこ見比べてみてください。はい、どっか機会あったら。うん、ということで1匹目終了。はい、いや無事で何よりでございました。そうですね、うん、1匹目からすごいのが。いやそうね、やっぱいい ね、 大型のカブトムシってのはまたクワガタとかとは違う迫力あるよね、うん、クワガタのカブトムシとかとまた違う。さあ、でこっからヘラクレス、ヘラヘラですね、はい。で、一応うちの最大 171.5、うん、なんでそこを超えてくるかどうかっていうところだけど、はい、どうだろうね、まだないかな体重的には、うん、うん、でも160は超えてくる子いるんじゃないかなと思うんで、うん、うん、ちょっとまあそこを楽しみに、うん、前頭無事なのを祈りつつ、うん、行きましょう。行きましょう。さあ、まずどうしようか、体重ごとに行くか。体重が軽い順で行きます。最終体重が軽い順ですね。こいつ軽いか。あ、これでかいの？結構体重乗ってた子もいるかな。さあ、まずこいつから行こう。はい、これが最終体重が 93g。 はい、100もいってない。うん、で、2021年の10月から11月頃か、ほうって感じだから、ちょっと早めだね。1年2、3ヶ月って感じ。はい、だから、若干早めの子ですね、うん、さあ、行きます。ちょっと見えるの、これ、すごい。そうですね、こっからだと、ちょっと先っぽが見えてますね。そう、まあこれ90ミリ台で、うん、まあ結局ここから上がってる可能性も全然あるんだけど、はい、どれぐらいか。だから130ミリから140ミリぐらい、140ミリいってたら十分ぐらいかな、うん、体重的には。さあ、いきます。1匹目こちらです。はい、お、どうだ。お、いいんじゃない。伸びてるよ。お、元気ですね。おお、素晴らしい。お、でも全然大きそう。お、結構意外と大きそうだな。ちょっと写真も撮っとこうかな。サムネ映えしやすい見た目じゃない。こうやってサムネは作られます。はい、お、かっこいいね。おお、意外とでかそう。出しましょうか。はい、はい、おお、でかい。おお、でかいね、意外と、うん、意外とだいぶでかい気がする。そうですね。え、全然うん、なんか
予想よりも。そうね、大きい、まあ、やっぱさっきコーカサス見た後だからよりでかく見えてるのもあるかもしれないけど、まあ、それもあるか、うん、サイズもちょっと測ってみます。はい、羽先まで、お、ぴったり。お、お、これ結構びっくりかも。え、あ、ミスった、消しちゃった。びっくりしました。待てよ、お、待てよ落ち着けもう一回測り直します。はい言えばよかった、確かに消えちゃった、数字が。いや、でもまあ、まあ、もう一回あれで。あ、でもそうね、完璧。さあ、結果、はい、140ミリいってくれれば十分というところですが、はい、結果 150.3。 おえ、めっちゃでかかった。すごっ。うん、おー、すごいね。え、お、あ、さっきは、うん、そんぐらいだったんですか。あ、全く一緒。おお、 150.3。 おお、いや、立派でした。予想以上に立派で、角もね、別に細いわけでもないし、うんうん、体のバランスもいい。そうですね、うん、いや、思った以上の理想的な子が浮かしてきました。おー、いや、すごいすごい、うん、すごいね。全然でかいわ。全然でかかったね。おー、で、親はオスだけ赤い目だったから、ほう、赤目の、うん、遺伝子を持ってる状態。うん、だから兄弟同士で次掛け合わせたら 25% の確率で表に赤が出る感じだね、はい、それ1匹目、1匹目からまさかの150ミリ超えでした。いや、すごいすごい。いや、お見事、すげえ幸先いいな。これは今後分かんないですね。あるかもね。うん、下手したら自己記録更新もあるかも。下手しましたね、それは。それはね、それは下手だ。でもちょっと楽しみな子もいる。おお、サイズ的にも期待していいかも。うん、ちょっと言うわ、むしろ。何言うんですか。超えます、今日。おお、え、え、だ、大丈夫ですか。間違いない、確信した。大丈夫かな。見ててください。まあ、とりあえず1匹目、はい、まさかの予想よりも1センチ大きい 150g。 うん、いや、いいね、やっぱそうですね、無事で何よりですね。はい、さあ、そして次は、だからさっきのが100、あ、いや、93g だから、うん、次が 110g。 110、お、で、めちゃくちゃ上がってるじゃん。一気に上がってる。でも、これが通常ぐらい、体重的には。で、さっきの 150mm の子と兄弟、はい、だから、単純に 10g 重いからもっと大きい可能性もあるかもしれない。さあ、行きましょう。だから150超え、どうなっちゃう？やばいね。どうなっちゃうこれ。さあ、行きましょう。2匹目、こちら。はい、はい、おお、でかいぞ。でかくない？普通に、うん、全然負けてない、さっきのねえ。お、元気です。おー、でかいでかいでかい。ごついね、太いね、てか立派。おー、その極太ってほどではないけど、めちゃくちゃ十分立派。もうでかいね。どうだ、でもさっきのこと一緒ぐらいかな、うん、ちょっとでかい可能性あるけど。さあ、どうだ。いや、でもこいつも150いってると思う。おーおーおー、さあ、どうだ、うん、はい、来ました。おー、なるほど。結果 149.1。 うわー、惜しい。 1ミリちっちゃい。惜しい。でも一緒ぐらいだったね。うん、だから結構最終体重から伸びてくれたのかな、さっき。うん、いやー、うん、でもめちゃくちゃかっこよかった。すごかった。思ったよりでかいし、いや立派。でもこんぐらいのイメージかな。 110g だと150前後なるイメージ、うん、だからまあ十分でかかったね。いや、そうですね、うん、何よりかっこいいね、やっぱですね。キムタクとヘラクレスは一生かっこいいなちょ、待てよキムタク、ゲッチュ。いやいや、キムタク知らないんだけど、俺それ。あ、青い稲妻の時の。あ、青い稲妻の、うん、はい、じゃあ、あれか、ミュージック、あれね。いやいやいや、知らんやんゲッチュの決めてる時のキムタクね。はい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 青い稲妻とかな、絶対俺のための曲だもんな。いやいや、稲妻も俺好きだし、青はもちろん好きだし。稲妻好きって初めて聞いたけど。いや、みんな好きでしょ、男の子。いや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 、稲妻イレブンとかさ。ああ、まあ稲妻かっこいいけどね。かっこいいでしょ、稲妻とかイカ土地とか。そうそうそう、なんかやっぱちょっと中二病心くすぐる感じ。まあ確かに、うんうん、ああ、いいね、久しぶりに出してくれてありがとう。いやいや、こんな稲妻、そんなそんな、こんな、別に初めてだわ青い稲妻って言っただけで感謝されるマジ、ありがとうね。ああ、全然いいですけど。ちょっと、まあ、見苦しいかも、カメラの
前で見苦しいかもしれない。なんすか、まあ、もう正月だしこれも持って帰んな。うん、はい、うん、ノーゲッチュいや、何だっすか2023年、イズイ売れるぞいや、いや売れないっすよ、僕もその野望ないんでいやいや、まあまあそうか、売れるって、まあ野望は野望か、はいあ、いいね。いやでも、はい、こうやって笑顔で話せるのも3匹連続で順調に育ってくれてるおかげです、はい、さあ次ヘラクレス3匹目、うん、このままね平均150、今もうほぼ150だからね、はい、次も150前後行ってほしいところですが、うん、さあこいつか、お次は赤目とかじゃない、お大型系だね、うん、期待できるかもしれない。最終が 118g、 おお 8g アップだね、さっきの子より。なんかすごいでかくなってんな。いやでももう本当にマット変えてマジで安定してるね、幼虫のサイズの上がり方、体重の上がり方も。いやすごいよなマジで。いやすごい。そうハワイアンビートの J0102、うん、ぜひ試してください皆さんも。ぜひ検索してみてください。はい、さあこいつはどうか。一応親が163と 75.8 おっていう、まあ、両方大きい系、うん、で、この子供たちは、はい、結構縦に伸びるのと横に太くなる子が結構半々ぐらいかな、はいはい、だからこの子がどうなってるかって状態だけども、さあ、行きます。はい、無事であれば、うん、どうでしょう。はい、あ、この子角めっちゃ曲がってる子か。あ、めっちゃ角曲がってました。うん、でも立派だね。そうですね。そう、角曲がりの子ですね。はいはい、おお、あ、こうなるんや。ちょうちんヘラクレス。ちょうちんヘラクレス、うん、また新たな、そうリーゼントに次ぐ、うん、個性を持った、うん、そう、これ天然の洋室で、うん、角が洋室にぶつかっちゃって曲がっちゃってた子って感じ、はい、あ、うん、でもまあ無事に羽化してきてくれてよかったです。すごいですね、うん、折れたりせずにこうやってちゃんと、ね、でも多分相当折れやすいとは思うけどね、うん、うん、こことかもうちょっと本当に無理やり曲がってる感じだもんね。そうですね、うん、折れる可能性はあるからちょっとそこは心配だけど、とりあえず無事そうでよかったです。はい、サイズはどうでしょう。まあ一応だけど、お、なるほど、角曲がりの子にはなりましたが、はい、結果 137.5。 おお、それでも130あるな。で、一応参考程度にここもちょっと上がってみようか、ざっくり。うわ、はい、で、ここが、あ、でも意外とあるんだね、17mm。 うん、だから137足す17、うん、5億。なあ、多いな。なんだっけ、なんか言ってたかな。いや、愚痴んねえと思い出そうか過去問とかじゃないから、ね、あ、そうじゃないんだ、うん、130、だから154か、154、単純計算で言うと。うわ、だからでかいね、やっぱね。じゃあ伸びてたら、伸びてたらまあ150ぐらいあったんじゃないかな。うわー、すげー。いやだからまあそれでも十分立派な子でした、うん、そうですね、うんうん、体も綺麗だしね、うんうん、うん、いや無事で良かったです。はい、角曲がりではあったけども健康的に羽化してきてくれました、うん、みんなすごいね。いやみんなすごい。だまあ150ぐらいは行ってくれそうだね、110中盤ぐらい行ってくれたら、はい、さあ次、はい、ヘラクレス4匹目、うん、こっからまだ、さらに上がってきます。うん、これから上がるのがすごいね。次が、お、待って、なんだ、でかいな。あ、でもこいつか、こいつだわ。こいつが 135g。 135? 一気に上がったね。だからさっきの、え、120代がない。120代がいない。え、135? まさかの135。書き間違いじゃないですか。書き間違いなわけないだろもっと間違えていいだろ、じゃあそう、だから前回が123、はあ、で最後が135。順調に上がってくれた感じ、うちで言うと。で、親は 155.7 と 73.2 っていう感じで、結構なんかしっかり育ってくれて、親も結構な長め、うん、横に太いってタイプよりかは縦に長いタイプだから、サイズも期待できるかもしれない。おー、さあ、あとは無事であれば、うん、いきます。どうでしょうか。はい、お、あれ、意外と太いぞ。意外と太い系だな。でも無事です。うわ、でけ、ごついな。待って、意外と太い系になりましたね。何これ、でかいな。か、体でかいな。はい、さっきまでの子たちとはちょっと雰囲気が違う。そうですね。
後で並べた時ちょっと楽しみだな。はい、うわここ見た、ここすごくない？この太さ、うん、うん、すごいな、ここちょっとボコっとなってる感じも、このウェーブもかっこいいね。ほんとだ、うん、結構体にいった感じかな。うんうん、あ確かにそうかも、うん、これ横から見た感じがすごいかっこいい、ここ、うん、ここの感じ、太さもそうですね、バランスがすごいいいね。サイズはどうだ、でもさ、あ、ちょっと羽出てるね、ちょっとだけ羽出てるわ、本当だ、うん、ちょっとだけ羽は出てますが、サイズはどうでしょう、うん、あ、結構でかい、あ、どうでしょう、あ、ちょっと動き出した、うん、はい、来ました、お、なるほど、結果 149.4、 おお、150はいかず、はここがまっすぐしてればまあ150はいってただろうけど、うん、でもまあこのウェーブ感がかっこいいね、うん、ちょっと縦のスマートさっていうよりごつさにいったタイプになりました。そうですね、うん、これはだから親とはちょっとまた様子が違う感じになったね、はい、まあ、ちゃんと元々のデータ取ってたもっと見ないと分かんないけど、うん、メスの血を結構引いたかもしれない、うん、かな、もしかしたら、いやでも立派です、かっこいい、はい、さっきまでのことは全然雰囲気が違うですね、うん、はあ、これだからね、やっぱ個性満載、そうですね、いろんなやつ出てきますね、いろんなやつ出てくるね、同じ種類とはいえ、うん、さあ、はい、お見事でした、はい、さあ、なんか結果は149、うん、なんかまさかの1匹目だけか、150いってるのは、あ、そうでしたっけ、意外と、おお、そう、あの角曲がってる子は参考記録だと150超えてるけど、うん、他は149って感じだよね、今、うん、そう、150、149、角曲がり149だから、はー、150前後の安定感はいる、最初のやつすごいな、すごいね、頑張ってんな、うん、頑張ったね、さあ、そして、まあでもさっきの135だから、うん、次、はい、135、あ、同じ、同じ、おー、で、親も一緒、あ、親も一緒なの、うん、だから、まあ、深敷きとかも一緒ぐらい、はい、2021年の6月、両方、うん、っていう1年半ぐらいで、だから、これがどう変わってくるかね、兄弟で、はい、っていうとこも見ものだけども、うん、さあ、いきます、いきましょう、ラスト2、こちら、はい、はい、お、どうだ、お、でかくない、でかそうですよ、これ、羽は大丈夫か、いきます、そうですね、おー、綺麗です、お、綺麗です、でかい、あ、だいぶ変わるわ、全然違いますね、うん、マジで細いな、こっちは角、うん、そうですね、でかいね、うん、いやだいぶでかくないか、いってるんじゃない、いってるね、一匹目超えてんじゃない、一匹目は超えてると思う、うん、スラッとしてるタイプだ、角が、お、体もでかいし、角も長い、うん、ちょっと測ってみましょう、すげー、ラクレス、さっきの兄弟は全く最終体重同じで、はい、うん、149でしたが、こいつはどうでしょう、どうだ、160いくか、伸びてる伸びてる、うお、はい、来ました、お、お、なるほど、結果、うん、158.0、 うわ、160はいかずだけど、すげー、だいぶでかかったね、いってる、うん、角先から羽先で、うおー、158、大幅に上がったな、大幅に上がった、一気に上がったね、うん、すげえ、さっきの同じ体重のこと、うん、18ミリ違うのか、はい、不思議だね、ここね、そうですね、こっちは完全に角がスラッとしてるタイプ、うん、ここもちょっと折れが出てるけど、ぐんとなんか上に上がった感じになったね、そうですね、うん、いや見事、うん、こっち頭の角も長い気するもんな、こう見た感じで、下ね、うん、いや素晴らしい、おお、すげえ、いやすごい、58ミリでした、うん、さあそしていよいよラスト、いやラストですよ、ラストどうか、え、どうなるこれ、ラストが144グラム、でかっ、さっきの子より9g 重いって感じ、ちょっと待ってくださいよ、若手芸人の
代名詞、ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいよ。で、これがね、163mm と 72.7mm。 ああ、だから、多分ね、3匹目とオスは一緒っていう。おお。で、メスはまた別って感じかな。はいはい。になるんだけど、さあ、これがどうなってきてるか。無事であればだけど、こう見えるやつがでかそうじゃない。なんか、あの、隙間からね。ね、すげえ、ネッシーみたいな。そう、ネッシーみたいな、未確認生命体みたいな。これ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 雰囲気。はい。あるよな、ちょっとこう、うん、霜かかってる感じとかもね。そうっすね、霧がかってる感じ。これなんか長そうっすね。長そうだよね。さあ、あとは無事であれば。はい。さあ、行きます、ラスト。うん。伝説まで105、104。いや、長い。来ました。はい。あー、ちょはい。うん、あ、ちょっと羽が、あー、羽が出ちゃってるか。あ、でもいい、元気です。あ、あ、でもでかいわ。あ、うん、でかい。でかいね。うわ、やば、でかいぞ。あ、太いね。うん、ここも。そうっすね。うん、やば。これ羽は後で切ると思う。はい。けども、だいぶでかい。これあるんじゃない？言ってますこれ？ないかな。いや、うん、だいぶでかい気がする。もう宣言しちゃってたけどね。確かに。超えました。でもリアルに165ぐらいだと思う。ああ、まあ相当でかいですね。それでもでかいけどね。うん、さあ、どうでしょうか。羽は出ちゃったけど、うん、今んとこ元気そうで。そうですね。おお、うん、あ、やっぱでかいわ。あ、ちなみに、はい、さっきの子、はい、158だった子がこのサイズね。おー、だからもうでかい、それ以上。確かに。なのは確定。今伝わった？はい。あ、よかったよ。なんか思ったより反応なかったから。いやいやいや、大丈夫です、伝わったと思います。あ、よかった、うん、さあ、どうでしょうか。角は長えな、マジで長いっすね。うん、ちょっと右に曲がってんのか、角が。ああ、そうなんだ。うん、はい、来ました。うん、びっくりした。え、結果、はい、100、うん、65.6。おお、165でした。おお、これはびっくりするわ。びっくりした、すげえ。本当に165ありました。うわ、めっちゃでかいな。こんぐらいでかいんや。いや、こんなの170はこれよりでかいわけだからね。すごいですね。あ、すごすぎる。もうすごい。ちょっと待ってくださいよ。ヘラクレス兄さん。今浮かしてきたばっかのヘラクレス。いや、すごい。いや、立派でしたね。だいぶでかいね。ちょっと羽の水ぶくれだけちょっと除去します、はい、一旦先に。ちょっと針で。溜まってるやつですね。お尻が多分これ引っ込めれてないからね、うんうん、これの羽の。そうですね、これを突っかえてね、うん、抜けた。で、やっぱ羽があると雑虫雑菌がやっぱつきやすかったりもするから、はい、切った方がいいとは僕的には思ってる、うん、ただ羽を切ることで暴れ出すっていうこともあるから、そこで言うと、まあそこのリスクは承知の上でやった方がいいかな。はいはい。できるだけ刺激を与えずにやれたら理想だよね。はい。とりあえずこの状態で。うん。水ぶくれやったら畳んでくんないかな、ここまで行ってくれたら。ああ、そういうこともあるんですか。あ、でもあったりはする。そう、早めだったら。ああ、でも確かにさっきよりはね。うまいことお尻をこう引っ込めるタイミングで、うん、畳めたらいいけど、ちょっと厳しそうかな、うん、まあ、ちょっとむずいかもね。ちょっと突っかえるね、うん、まあ、やっぱちょっとまだ溜まってるか、水が。まあ、一旦このままにしてきます。はい、はい、ということで、無事巨大ヘラクレスも浮かしてきてくれてました。はい、はい、ということで終了です。おお、いや、前途濃密でしたね。そうですね、うん、ジャーコーカサスから始まって、はい、前頭平均でいって 150mm 超えるサイズになって、うん、いや、そうですよ、うん、本当に。最後の子はちょっと羽が、うん、出ちゃってたり、まあ、途中角曲がりの子とかではあったけど、はい、
無事そうで元気そうで何よりでした。うん、ちょっと先に一旦並べてみるか。せっかくだし。わかりました。だいぶサイズ感もだけどだいぶ雰囲気変わると思う。はい。一匹目から行きましょうか。もうちょっとヘラクレスだけ。はい。さあまず一匹目。一匹目が、はい、ここ。うん。やっぱ長いね角。そうですね。うん。で二匹目。サイズ感は一緒ぐらいだけど。はい。あでも結構似てるな形、うん、兄弟だだけあるかもな。でも角スラッとしてるのはやっぱこっちの方がスラッとしてる感じするかな。うんうん、うん、で3匹目はちょっと角曲がってる子か。角曲がってる子。はい。うん、これが3匹目。はい、来ました。やっぱ角曲がってちっちゃい、サイズ的にはちっちゃいけど、うん、似てるね、ここら辺3匹は。はいはいはい、そうですね。ねえ、もうちょい、ちょっとこっち、もうちょいこっち質問がある。あーちょっと動き出したな。ちょっと広げよう。ごめん、ちょっとこいつだけ戻すわ。はい。次が135のガタイイーボ。はい。これまただいぶ雰囲気変わると思う、この2匹と。うん、はいはいはい、でかいな、体もでかい。そうですね。ああごついわ、上から後ろこう見た時が、うん、サイズは一緒ぐらいなんだけど、こいつこいつ149 で、ね、横の幅がすごいね。はい、うん、体のサイズ感、うんうん、一回りでかいもんね、やっぱね。でかいっすね。で、158。はい。はい。全然違うな。うん。こことここはね、兄弟だからね。はは。兄弟でこんなにも変わったっていう。うん、うん。体は一緒ぐらいだけど。そうそう、体でかいですね。うん、やっぱこいつ体がでかいね。うん、角は、やっぱこっちがすごい長い。うん。ただこっちはやっぱ太いね。はいはい。ここが太いって感じ。ここまでにめっちゃ体重がいった感じかな。うん、うん、いいね。で、ちょっとこいつ戻そうか。はい。さあ、そしてラスト。はい。最後の子。ちょっと羽出ちゃってるんだけど。うん、はい、はい。あ、やっぱもう頭一つだな、うん、でかいな。抜け切ってるね。あ、でかい。すごいね。こう見たらだいぶ、うん、だいぶでかい気がする映像も写真も撮る時間、そうですね、撮りまくってますね今。ああ、いいね、かっこいい。おお、すげえ。やっぱでかいね。あ、この4匹は結構おとなしいですね。あ、そうね、今めっちゃ落ち着いてくれてる、うん、はいはい。あの、やっぱここ体でかいね。130超えてる子はみんな体もでかい、うん、かつこの2匹は角も長くなったって感じかな、はい。こいつがやっぱ一番バランスはいいね。うん、うん、すごいですよ。うん、角もスラッと伸びて体も大きく、うん、で、ここの根元も太いし、うん、ね、あ、すごいね、立派。はい、やっぱこいつがちょっとちっちゃく見えるもんな。はあ、こう見たらね、だいぶ立派になってくれました。はい、すげえ。いや、すごい、圧巻。ここの角の感じもさ、横の角の感じ、はいはい、もう結構個体差出てきて、うん、こいつは均等にトントントンってあるけど、これね、うん、こいつは1と2みたいな感じで、ほんとだ、うん、で、ここはこいつはちょっと離れてトントントンってある感じ、うん、っていう、この3匹だけでももう3匹とも違う感じになってね。これいいかな、この人は。あ、イズイはこいつが好み。均等になる感じ。均等がいいかも。あ、俺ね、こう頭の角で言ったらこいつかな。ちょっと不規則に3つ、はいはい、サイズ感も若干違う感じの、うん、がのは好き。おお、こいつもこれで、ね、うん、またいいんだけどね。これあれじゃない、うん、なんかあのこうやったでしょ。え、指でやられてる。 あの1と2のあの、あ、いや、これやってないよ。そう、こういうやつ。あ、そうそう、その状態でしょ今。いや、その状態じゃないから
いなくなってんじゃん、友達友達いなくなってもずっとやってる妖怪じゃん、もう幽霊じゃないから、このまま1と2やっていなくなっちゃったまあこれね、なんかトトロのちっちゃい、あ、見えるな、そうトトロのちっちゃいやつ、白いやつね、とメイ、みんなメイメイ似てるなこいつ似てるよね、はい、ここね、あとメイも、うん、いや、マイ、メイは似てないだろメイもびっくりしてマイって言っちゃった誰だよどこのキャラだよ、そいついや、でもここの頭を見るのもやっぱ楽しいね、こうやって会話も花咲くし、はい、うん、うん、いや、よかった、みんなとりあえず無事で、はい、よかったし、うん、大きい子もこう違いも見比べれて最高でした、はい、ということで、以上になります、はい、はい、いや、絶景でございましたけども、うん、伊豆井的にはどうだった、いや、そうですね、まあコカスさんも言いましたけど、やっぱヘラクレスのね、うん、その、そうね、何匹も出てきて、まあ言ったらアジア最大と世界最大だからね、うん、はい、うん、まあ多種多様なヘラクレス見れてね、はいはいはい、いや、すごく満足しましたね、あー、よかったわ、はい、やっぱこう、基本結構3匹とか、うん、あとはまとまった時にこう人工養殖から取り出して確認とかするけど、はい、7匹とかになるとまたこう3匹とかじゃ気づけない違いとかも出てくるから楽しいね、うん、うん、サイズ感も今回立派な子が多くて、はいはい、1匹ちょっと羽が出ちゃったのは残念だったけどね、うん、うん、まあでもこのまま無事でいてくれそうな雰囲気ではあるから、はい、うん、まあ、できれば親として類大できたらなとは思うんで、はい、うん、であとはまあ今後だこの子たちよりも大きい子もまた羽化してくるはずではあるから、うんうん、そこが無事に羽化するのを祈っててもらえたら嬉しいですね、はい、伊豆井とまた170も見たいね、165とまた圧倒的に雰囲気が変わるから、うんうんうん、そこもちょっとぜひ伊豆井と撮れたら最高だと思うんで、はい、長生きしような、あー、そこまでまあその長生きはしたい、長生きもしたいし、うん、ヘラクレスも見たいんで、うん、はい、皆さんもぜひ気にかけてもらえたら嬉しいです、はい、はい、で、そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、概要欄に僕が出してる飼育本も、まあ、購入できるリンクとか貼ってたりするんで、うん、それもよかったら購入検討してみてください、はい、はい、今回の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。